季節ごとの体毛の変化北極狐ツネは、哺乳孔猫メイヌ科に分類される、北極地域原産の小型のキツネの一種。ツンドラの3つのバイオームす全てに見られる。かつては、北極狐ツネ属アルペックスの唯一の種とされてきたが、現在の分類では、キツネ属ベルピースに含まれ、北米に住むキット狐ツネベルピースマクロタスに近縁である。 王立協会が2014年6月11日発行の Proceedings of the Royal Society B に掲載された論文によると当主の起源はヒマラヤジベット高原にあるというヒマラヤとコンロン山脈で新発見のベルピースクワイズ・フレンギーの化石が持つ高い肉食性を示す歯が当主に極めて類似することがその根拠とされるこの発見は これまでの最古の記録から300から400万年、遡るという、体長4 6 6 8トル、お腹2 6 4 2トル。寒さに圧倒的に強く、低摂取70度の世界でも少し寒がる程度である。極寒地で生息できるための仕組みとして、毛が深くて濃いことや、足を凍結から守るための対抗流熱交換系があること。 体脂肪の十分な貯蔵が挙げられる。一般的に丸い体型をしていることや、マズルや足が短いこと、耳が小さくて、分厚いことからわかるように、表面積と体積の比が低い。寒さにさらされる表面積を小さくすることで、体温が逃げるのを防ぐ。主に、北極グマの食べ残し、自分で取った魚やレミング、北極ウサギ、雷ウワモンアザラシの幼獣を食べる。 他に、爬虫量生類や卵、アザラシ、生打ち、クジラ、トナカイなどの死骸を食べることさえあり、害して見つけたものは何でも食べる。一群れで毎日レミングを数十匹食べることがある。5月から6月の間は、雪の中のホラー穴に閉じ込められていて比較的不自由な状態でいるワモンアザラシの幼獣を捕食する。北極ギツネは時に流氷群をたどり、 表現が途切れているとそこを泳いで小さな島に渡る。そして北極熊の残したアザラシの残骸や魚を食べている。彼らは嗅覚が鋭くし肉が2.5メートルの雪の中に渦漏れていても見つけ出してしまう。またよく北極熊の後について行動するのが見られる。獲物のお裾分けに預かろうとしているようだ。しかし彼らは残り物だけに満足しているのではない。 時には雪に穴を掘り地表面で雪の下で活動しているレミングなどを待ち伏せる。レミングやハタネズミが少なくなると鳥を捕らえるようになる。ガンやカモ、海鳥、雷鳥、そして小さなネズミ類さえも捕食する。ホッキョクグマの狩りを真似て自分でもワモンアザラシの幼獣を捕らえて食べることもある。ホッキョクグマは幼獣、成獣に関係なく、 ワモンアザラシ以外のアザラシ類も捕食するが、北極狐ツネはワモンアザラシの幼獣の実を捕食する。北極狐ツネ同士で食べ物を奪い合ったり、また傷ついた個体を攻撃して食べてしまうことすらある。人間の死体でも喜んで食べる。アデューシャン列島では、キツネが現地人の墓を掘り起こして、見えらかした人間の皮を食べていたことを人類学者が報告している。 1741年、探検家ベーリングが現在ベーリング島と呼ばれているところで座礁した。乗組員の大部分が解決病にかかっており、重病者から先に島に上陸した。しかし北極ギツネにとっては動けない病人は絶好の餌食だった。ベーリングの隊員が2番目のボートで上陸した時、病気で死にかかっている、水婦仲間を襲っている北極ギツネを見たのである。 北極地域、つまり、グリーンランドやロシア、カナダ、アラスカ、スワールパル諸島の辺境を含む北極圏全体、さらには北極圏やアイスランド、スカンディナビア本土の山脈などの鉱山地域で見られる。種の保護状況は良好であるが、法律による狩猟や虐待に対する保護が数十年も続いたがこうをそうせず、絶滅寸前状態になっている。 スカンディナビア本土の個体群は例外である。ノルウェースウェーデンフィンランド全体の推定、総個体数は成獣120匹に過ぎない。ツンドラでは赤狐と競合関係にある。近年赤狐が分布を広げたことにより数が減ってきている。赤狐が北極狐の子供を捕食する例もある。また、病気で幼体が死亡するケースもある。ありがとうございます。